はい、皆さんこんにちは。今日は2014年3月30日、日曜日です。今日はですね、こちらのアンボックスをしていきたいと思います。はい、それでは、こちらですね、フジノンレンズ XF56mmF1.2 のレンズのアンボックスをしていきたいと思います。ね、僕これで富士山のレンズは 14mm と 23mm と 56mm 3本ですね、今のところ。はい、こちら、吹き吹きクリーナーですね。で、保証書、紙で、こちら、マニュアルで、中身フード、レンズ。富士山ね、富士山レンズいいんですよ。レンズいいっていうか、まあ、カメラもいいんですけど、いかんせんねレンズがね、大きい。他のまあソニーさんとかの APS-C ミラーレス、APS-C センサーのミラーレスと比べると、レンズが非常に大きいんですよね。でも、写りは素晴らしくいい。で、僕アメリカにいた時に、富士山の XE2 と 23mm と 14mm 持ってったんですけど、やっぱね、写りは素晴らしくいいですね。でも、ソニーの α7 とかに使ってるレンズと重さが大して変わらないので、そこら辺がどうかなというところです。はい。こんな感じですね。こんな感じ。結構ずっしりと重い。で、そして、どこだ？こうか。フードをつけるとこの大きさですね。で、ちなみにこちらが 14mm レンズですね。はい、とまあね、並べるとこんな感じになりますね。こうか、こんな感じ。14、23、56ですね。まあね、この56mm なんで、APS-C なんで 1.5 倍の 84mm 相当ということなので、まあちっちゃくはないけど、ちっちゃいのかな、よくわかんないな。微妙だな。まあでもね、結構重い。重いと思います。すいません、ギャグ言っちゃいました。そんなつもりじゃないんですけど、こんな感じですね。うん。ん？ん？ん？あ、そっかそっか。これは、そっか。これ、あれなんだ。この30じゃないや。23mm とかだと、これでまあマニュアルとかね。こう切り替えるんですね、富士山。オートフォーカスとかね。これは違うんだ。このままなんだ。うん。まあね、富士山の場合、この3本がいれば、最強でしょ。これ以外に、いいレンズ。まあ、富士のレンズ、結構いいんですよね。同梱、レンズキットのレンズでも、なかなかいい写りをします。ソニーさんと比べると同梱レンズにしてはなかなかいい写りだと思います。ですね、あとやっぱりこの 56mm のフォーカスね、フォーカスだけ見とかないといけないので、フォーカスをやってみたいと思います。映ってるかな。まあまあですか。ちょっと近すぎるのかな。うん、まあまあ
ボケるね、わかるかな。前ボケしてるでしょ、ちゃんと綺麗にボケてくれるんですよ、このレンズ。うん、まあ分かりづらいと思うけど、またね、写真とかもアップしときますので、そちらをご覧ください。ということで、こちら、富士フィルム、富士ノンレンズの 56mmF1.2 ですね、の紹介をしていきました。それではね、皆さん、良い一日を。